はい、こんにちは。札幌占い美容師早昔の後藤です。今回は、カラーをしていきたいと思うんですけれど、ここは秋田ですよね。このなんかグラデーションになるのがね、なんでまあちょっとこうここがちょっとトーンが低いんですけど、ちょっとビフォーの状態を、まあでもこれでいいんじゃないかなぐらいの感じで思うんですけど、これ今ビフォーの状態なんですね。で多分この辺でちょっとトーンが違う部分なんですけど、まあここをつなげていこうと思うんですけど、ベタ塗りだとちょっとやっぱりこの何て言うのかな、ここが差出ちゃうと怖いんですよね。前回の履歴の使ったブリーチ剤とか全くわからないんで、ちょっとここは今の色も使いながら、ここにちょっと縦にリタッチのブリーチを入れていって、彼女も髪質結構強いと思うんですけど、手先あんまりもう痛ませたくなくてですね、あまりちょっと手先の方ブリーチつけたくないなっていう感じもちょっとありまして、勝手な僕はあるんですけど、なのでまあこの状態で色を入れたいと思います。基本的にあんまり暗い色が好きじゃなさそうな気がしたので、合ってますか？違う、暗い色好きじゃなさそうな感じなので、なのでベージュっぽい色をちょっと目指していきたいと思うんですけど、ただどういう風に出るかって個人差がやっぱあるので、まあネップの方で見えない毛のところで、まあ4色3、4色ぐらいちょっと検証、ブリッジしてる間にちょっとさせてもらってから何使っていくか決めたいなと思うんですね。美容師さん側とお客さん側でちょっと理想のがちょっとかけ離れちゃう場合もあるんで、ちょっとテストしながらやりたいなと思います。はい、よろしくお願いします。はい、ありがとうございます。よろしくお願いします。メッシュのリカレット使ってメッシュのリタッチなんで、ちょっと中黒いから、まあ大体 30% ぐらいリタッチ入れていこうかなっていう感じで、薬はパウダーブリーチとアルギニンを1:1にして、それだけで何も入れてないです。そんな感じです。ヨーセって結構行きますか？そんな行かないの？全然行かない。めんどくさがり屋さん。美容師ってめんどくさいですけど、なんか時間かかるの嫌ですよね。そうですね。あとは早いくやったとしても美容師ってやっぱりあんま行きたくないもんですよ。なんか穴々にされるから。あの友達でさ、よく美容師さん、知り合いもそうですけど、友達の美容師さんってあんま言いづらいでしょ。言いづらい。なんかちょっとさ、色違ってもさ、逆になんか心理すぎてもなんか言いにくいし。あー、確かにそれはありますよね。だからずっと通ってて、はい、なんか言えなくなっちゃって通わなくなっちゃったってことは結構私はあります。まあそうだね、ずっと長い付き合いだから。美容の話じゃなくなってくるもんね、だんだん。なんかわかんないけど、なんかさ、どうなの最近みたいな感じでなってくると、ちょっと髪の毛の、もうちょっと髪の毛の話じゃないけど、髪の毛もうちょっと真剣にやってよみたいな感じになっちゃいますよね。まあそれで別に適当にやってるわけではないと思うんですけど、なんか不安になりますよね。ちょっとそれよりもプライベートのこととか気になっちゃうのかもしれないですね。なんか突如行かなくなるのかしら。そうですね、私普通に、はい、なんか4、5年かっていうところをパンって行かなくなったことあります、はい、あ、そうなんだ。普段会う人じゃないけどね、本当に友達とかだと聞きますね。よく聞くんですよ、友達で、友達のお兄ちゃんが美容室やってて行ったんだけど、なんかちょっと違う部分とか言いづらいみたいな感じで、そう、ちょっと根元だけブリーチしてますけど、黒いとこ残りますけどいいですか？はい、黒いとこはさ、ちょっとこれ残さないと次めっちゃプリンで出てきちゃうから、みんな言うでしょ。黒いとこ残して、なんか
面白いところは、そうですね、面白いところはちょい残す。なんか変に入れるとさ、そこ黒いところが難しいのが抜いてないからすごい赤くなっちゃうんだよね。めっちゃ難しいところが出てましたから。次の見せどころですね。そう、そこね難しいんだよね。根元暗くしちゃった方が楽っていうのが、そう結構難しい本当に。この間さ、マツコ会議さ、電話かかってきたんですよ。いや、ちょっとダメだったな。最近ちょっとね、前のお店ちょっと超怪しくて、結構テレビ出たりとかしたんですけど、ここ一回もないもんね、まだ。ちょっと怪しさ残した方がいい。ちょっとね、前の怪しさ、結構ちょいちょいテレビ出たんだけどね、全く今ありません。会議って見たことありますか？あります、あります。あれなんかお客さんじゃないですか。店側はあんま関係ないよね、中途中継なし。そこに集まる変わった人みたいな、そういう感じですね。でもなんか結果的にめっちゃそのお店有名になっちゃいますよね。あの、マツコの。そう、ありがたいんですよね。それがちょっとダメだったら審査をしてしまいました。頭の中でこれ聞いていいかな、これダメかな、結構考えながら。今までさ、すごい変な色になったことあるんですか？ありますよ。それの時どうしたの？もうなんか、死んだ？なんか、病みますよね、当日は。そう。でもなんか、2、3日色落ちますんですよ。結構2、3日ね、色落ちを持って。ああ、そうかそうか。ああ、それなに、それはどういうのか、青くなったとか、緑になったとか。暗くなっちゃった。アッシュって言ったら緑、もう真緑みたいな色になっちゃったりとか。はいはい、ありますね。ピンク系のなんかいいお色、はい、ピンクブラウンをやりたいって言ったら、はい、めっちゃ真っ赤になっちゃったりとか。ああ、っていうのを、はい、結構経験して、やんだ、もうやみました。怖かったですね、すぐ美容室行くの。ひたすらシャンプーしますね、一日中家で。ああ、色をね、落ちるからね。確かに、そうですね。メリット痛むか、そんなに。そんなメリット痛まないと思う。なんか逆算性だから、カラーが痛めるかな、みたいな。ああ、そういうこと。それだったらもうシャンプーに酢とか混ぜちゃった方がいいし。落ちるんですか？クエン酸とか。あ、それかアルカリか酸に振るしかないよね。色の色。シャンプーに重曹混ぜるとか。いけそう、いけそう。そういう感じだ。めっちゃジョリジョリするけど。重曹混ざんないからね、結構。そうですね、ジョリジョリしちゃいますね。で、ここちょっと今塗って、でも後で時間差でまた、塗ろうかな、根元。はい。そう、センターボール、ちょっと弱いかな、この人。ブリーチが。私ですか？いや、このブリーチがちょっと弱すぎた。かわいい、ちょっと優しいやつだから、ちょっと自分の中で。あんまり抜けないかも、だって。痛みそうで。痛みいいのに。気にしなくて。これでだいぶその境目のところはちょっと緩和されます。緩和されますね。本当に悩んだ時は一気になんか暗くしちゃうと。はい。あ、根元ですか？全然。全部をどうしようかと悩んでて、とりあえずもう考えすぎて被ったら嫌だなと思ったから、とりあえず美容師さんに相談しました。え、ちょっと怖いですよ、重い。重いですよ、ちょっと重いっすよ、それ。重たいよ。それ重いっすよ。重たいよ。それはちょっと重くないっすか？どう、なんかどうします？なんか色を…西野カナです、西野カナ。
西野カナダミに重たい。それは重いっすね。でもなんか自分で思ってる自分が似合う色と、うん、なんか他人が思ってる そう自分が似合う色と絶対違うから。そうですね。そうだからもういいよ。それは受け入れられるんですか。あ、全然大丈夫です。本当？本当かな？全然本当大丈夫。本当っすか。でもね、結構抜けましたよね。でも結構抜けますね。あ、いや、目元全然抜けない。あの毛先の方とか。そうですね。多分分かる。これ以上はやめといた方がいいかもしれない。毛先、うん、ちょっと毛先は僕辞退させてください。これ以上ちょっと痛ませるわけにいかない。目元はちょっと根元やりますけど。大丈夫です。すいません。でも一応上からカラーのせるんですよね。ああ、もちろん。ただこれ多分抜いただけだったら全然やばいです。ただ黄色にしたいのって感じになっちゃいますけどね。はい、お猿さん見たくない。これで反対側もやります。ここ今ブリーチ放置タイム中なので、中の方ですね、実際にどんな色になるのかなっていうのをちょっと検証したいと思うんですけども、4色今作ってまして、実際にこれだけ長いロングの場合ちょっと仕上がりが違ったりすると、まあ後で結構大変になっちゃうので、ある程度こう見えないところのポイントを取って、はい、でそこでちょっと検証をしていきます。はい、まあ、あの美容師さん側がこれいいかなと思ってもお客さんの方でちょっと違ったりとかもすることもあるので、ちょっとそこのなんか好みって難しいと思うんですよね。はい、でこれがまず、アプリへの、BA の14ってやつなんですけど、ちょっとこれをそのままつけます。はい、 BA の14、まあ、これぐらいの幅だったらほぼ、わかんないっていうか、むしろこれが味になるぐらいになると思うんで、で、こうすると、そしたらこの BA の14わかんなくなっちゃうんで、ここで札つけましょう。こんな感じで、パシッとつけとけば、はい、これが BA の14だよっていうのがわかると思うんで、はい、で、手を拭いて、今度は、そしたら何にしようかな。次これにしよう。ちょっとアプリで多いんですけど、SG ですね。はい。SG っていうカラーをちょっといきたいと思います。で、これアプリへの SG っていうカラー、SG の14番をちょっとつけます。これそうですね。ちょっと赤みがある感じの、カラーになります。はい、でこれも同じようにここにパシッと、はい、使ったカラーのやつをこんな感じにつけて、あとラベンダーアッシュで今度は逆側の襟足の方でちょっとやるんですけど、今度はアプリへのラベンダーアッシュを使います。はい、まあ、検証してるんで大体色は想定できはできるんですけど、まあ、ちょっと実際にどのぐらいの発色するのかなっていうのは本当にやってみないと個人差があってわからないことが本当多いんで、後で全部塗り終わってからあれってなっちゃうのすごい嫌なんですよね。でこういう時間を使ってちょっと検証をしたいなと思いました。はい、でこれが LA の14です。はい、で次アディクシーのシルバー、アディクシーのシルバーをちょっと入れていきます。はい、これがアディクシーのシルバーですね。ここにアディクシーのシルバーを入れていきます。まあ4色やれば大体想定はできると思うんですね。どんな形でも、あ、このぐらいなんだな、じゃあこれとこれ混ぜようかとか、これ1色でいこうかとか、いろいろ見えてくると思うんで、
検証して、あの残留してるカラーもあるから意外と分かんないんですよね、やってみないと。はい、これがディクシーのシルバーを使ってみます。はい、はい、でこれがディクシーのシルバーで、このまま時間をちょっと放置して、こんな感じで、はい、検証してます。でこれで色がどうなるのかなっていう感じですね。